そしてここでアトミックボムを出していく。これも出しちゃうか。しっかり今回そのマスター対策、しかも相手にパーティーから。チーズかも自滅。ちょっとさすがにこれは動画で使えないから、一旦もこれ出しちゃう。はい。はい、バシコンをしていって、もうこっからピースキーパーですよ。なんか、こいつの上のやつ芝居ていって。ほら、ほらほら、どうよ。ちょっと待って。一緒に住んでいく。ブチブチにするぞ。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。カナブでバイ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 ということですね。どうもカメです。パソコン壊れたと思ったでしょ。壊れてないからね。で、今回なんですけどもね、ちょっと一味ありそうな動画を紹介したと思います。というのもですね、俺ってそのビゾン声とか、その999声とか、なんかその KN 声、AK 声とかやるんですけども、そのさ、タイトルになんでそういうことを書くかっていうと、やっぱね、俺一興環境なくしちゃうよ。俺からしてもその方がですね、やっぱり望んでるし、視聴者ですね、ね、もうあの武器強すぎとか、やっぱりそういうことをなくしちゃうんですよね。そこでですね、今回もやっぱりそういう目的でですね、このある戦術を紹介していくんですけども、ちょっとなかなかえげついです。マジでこれは SMG キラーです。その武器がですね、このピースキーパーですね。で、こいつなんですけども、今シーズンめちゃめちゃ強化されてまして、もともとですね、このレレレ打ちっていうのは早かったんですけども、このピースキーパー自体っていうのが、レレレ打ち、めちゃめちゃ早くなっているんですよね。そこでですね、このバレルに、ラピッドファイアバレル、今までは使われてなかったんですけども、今現在、このアタッチメント、マジでエグいことになってるんですよ。とりあえずカスタムについては、このストックにアジャイルストックなどをつけて、エイム時の移動速度っていうのを全振りしてください。これをすることによって、でですね、もうお気づきの方もいると思うんですけども、こいつさ、近距離で3圧キルする。しかも、はい、ADS しながら移動することができるんですよね。これがマジで強力。だから、1、2、3。だからさ、このレレレ打ちで、この3圧キルを繰り出すことができるんで、多分ね、近距離性能に関しては AR の中ではトップクラスに高いんじゃないかなと思っています。アスバルドもあるんですけども、このね、ADS してる最中って足音が消えるんですよね。今回そのデッドサイレンスをつけているんですけども、これをつけることによって、はい。この時の足音っていうのが完全に消えてますんで、だからさ、こういうところとか、ADS しながら入ると、ほら、敵からね、もう足音聞こえてないんで、こういったですね、建物の中とかで ADS しながら移動するとですね、敵にですね、全く気づかれることなくですね、近寄れることができますんで、だからさ、ほら、こんな感じ。めっちゃ強いね、これ。足音消してその3圧キルを繰り出すことができるんで、やっぱりね、そのラピッドファイヤーバレルをつけると、凄まじいですね、この威力を発揮することができるんですよね。それではですね、ランクマッチをやっていくんですけども、今回ですね、なんと核も発動していますんで、ぜひぜひ皆さん、最後まで見ていってください。それでは早速行きましょうか、レッツゴー！ブチブチにするぞ！ということで早速やっていきましょうか。もうね、お前らはついにこのピースキーパーの怒りに触れてしまったら、ここやっちまうぞ、これ。うん。SMG を粉砕する。SMG をね、もう食べさせない。何お前、近距離近、なんか重くねなんか、お前、何してよ、これ。やばいって、なんか、一旦これは、こういうことをしちゃうんですよ。もう近距離負けねえから。近距離絶対、センターめっちゃいるけど、多分ね、こっちから湧いてると思うんで、一旦これセンター効けるやつは、はい、買っていく。ちょっと待って、あれでしょ、それもきついな。一旦これね、UAV オンラインしちゃって。多分これ来てる？ワンチャン、ほら、もう近距離、もう近づいてみんちゃう、ほら。近づいたら飛ぶぞ。そして、見るから一人勝っての？いいね、ほら。もう近距離差をつけるやからね、これ胴体。一旦これはそのガソリンスタンド行ってもらっての。はい、こっから一人勝って。レレレ打ちしていって勝っていってあげて。そしてここで、UAV もなんぞ、勝っていくんですよね。そしてこれ弾ないか、一回もうビザ。あ、もう俺マジ赤。怒りに触れてしまう、これ AR の。AR の怒りに触れてしまうけど、皆さん許してくれ。一旦一人勝って。もう一人勝っちゃって。いいね、これ。もうこれこっちから行き、その後ろから勝っていってあげて、そしてもう一人いるかな。大丈夫これ。オッケー、勝っていく。一旦ここ勝って、ここ勝って、もう一人来るんじゃないですか。勝っていくんですよね。これビゾンも赤やの、これ。なんかもうビゾンの動画になってるんですが、それは。いや、ちょっと待って、これきついね。オッケー、勝っていけ。そして、ここでアトミックボムを出していく。これも出しちゃうか。しっかり今回そのマスター対策。しかも相手にパーティーいるから。はい、オッケー、ここでアトミックボムを出してもね、自滅していいですか、もう自滅。ちょっとさすがにこれは動画で使えないから、一旦もうこれ出しちゃう。はい。バシコンしていって、もうこっからピースキーパーですよ。なんか、敵泣いてね、ほら。もうお前ら許されないよ。許されないよ、こんな行為。
changing mag. ブチブチにするぞ。っていうかさ、この戦術確実に荒れるよな。いや、むしろ俺が荒らす。うん。荒れるじゃなくて荒らすわ。いったん、もう、いるから、ちょっと待って、これ、スモークか。センターにいるから、しっかりおけつから縛いていくんですけれども、どうするこれ、上にいるからね、もう、盾も入ったら多分俺勝つ。うん。こういう動きをずっとしてたら、おそらく勝つんで、大丈夫、君。一旦、2回見ていくんですけども、大丈夫そう。こういうこと。もう、緊急、もう近距離オスです。もうそんな、切った、もうほら、もうやめろ、マジで。めっちゃもう3人ぐらい突っ込んできた、ほんとに。もうこの家ごと爆破するぞ、ほんまに。うん。多分ね、これ来るから、いった、ナイスナイスナイス、いいね、いいね。で、これ多分2階にいるから、もう2階のやつを俺は舐め回す。舐め回す。今からちょっと舐め回していきます。はい。いったもうこれ近距離しっかり勝っていっての。これ近距離マジで負ける気せんわろ。だからこっから来る。来いよ。これ、せこないこれ。さ、これしながら動いてたら、そう、ほらやばいやばい、いったもん言うもん。だから後ろから撃つのは暗黙のルールでなしって言ったじゃん。多分ね、これね、相手今5人全員恐怖で震えてるわ。ほらこここいつ、そこ買っていく。もう前線買っちゃっていいですか、僕は。もう前線ガンブリでいくわ、これ。いったもん、オッケー、アスバルも買っていく。で、これいるから、ちょ待って、それはさすがに無理。それはさすがに見えないっす。俺の視力は 0.3 やからな。一旦これどうする、これさあ、見たんかわいいね、名前が。一旦これはもう中入っていっちゃって、そこしっかり、しばけない、中入っちゃう。もうこっから俺のですね、もう匂いですよ、これ。中が俺の匂いよ。うん。もうちょっとリスキルしていい、これ。これ多分荒れるぞ、これ絶対。ちょ、いるよな、これ。多分ね、この動画投稿した後、絶対この戦術やる人いると思う。うん。ちょ、2階、もうな、建物の中に全員食す。うん。もう俺の餌、もう本当に。これ近距離戦で戦おうと思ってる。もうやめといた方がいいぞ。多分これ行ってるから、しちゃから。こいつも、芝居でいく。そして、いるんですよね。オッケー、勝っていく。これやばいぞ、これ。センター多分乗り込まれてるから一人勝っての。そして、これもいるから、ほら、レレレ打ち。これでレレレ打ち。どうすか。そしてこれは、とっても大好き。はぁ、おもんな。お前見たぞ、お前ね、お前、俺にやっては一番いけないことやったな、お前。うん、お前、俺にやったらマジでとんでもないことをなることやったぞ、今。これいるから、芝居てえの。うん、やっちゃう。いったもん、芝居ていてえの。まだいっちゃうよ。こういう、なんずま、やめてちょうだい。なんかさ、もうリスキルされてるだけで下打ちしてくるって、もう絶対やばいやん、お前。うん。一旦これは芝居でいく？いいね。なんか、コルダイトもその使ってる人いるらしいんですけど、なんかコメント欄で結構さ、カメさんコルダイトめちゃめちゃ強くなってますよねっていう声が多いんですよね。ちょっと俺さ、これ使ってみようかなと思うんですが、ほらコルダイト。なんか結構今シーズンコルダイトいるんですよね。やっぱりその QXR が多いんですけれども、手にサーバイトを持つな。お前ね、俺はね、サーバイト持ってるところ見たら、もう本当にアレルギー反応起こすんだよ。体ブツブツになる。一旦これこっち見て、買っていくでかよ。やばくないこれ。これ近距離性能俺今まで見てきた中でトップ。はぁ、もうこいつやば、こいつで、まだいるから、こういう見方。ちょっと待って、ま、今の試合打ちじゃないからね、生存確認やわ。勝っているね、これ。まあ一旦ちょ、もうこいつの上のやつ芝居ていき。ほらどうよ。ちょっと待って、一緒に住んでいく。ちょ待って、こいついつ気づくね。お前、君ガチ、ちょ待って、お前君ガチで言ってる。待って、お前死ぬぞ。お前大今ちょっとこのゲームの楽しいとこみたいな、やっぱああいうね、楽しみ方がいいんすよね。でもワンチャンこいつ2階にまだいるくね。もう UAV でショック RC 出しちゃって、そしているから、こいつもしっかり芝居ていく。ちょっと待って、あのアークティックどこ行きやがった。遊ばれてないか、俺。オッケー、しっかりこれ近距離買っていっての。別にの入らなくてもいけるくね、これ。まだ2階にいるんか、これ。お前許さないぞ。お前次はねえから。お前マジ
次会った時は本当にお前ガチブキでボコボコにするからって言ったもん。もうだからさ、そういうところ、そういう、なんかもう泣いてない。なんかさ、俺、ま、あの、毎試合なんか相手に泣いられてんねんけど、もう動画撮れへんからやめてくれ、ほんとに。泣いおちゃん、ほんとにマジで。うん。何回も何回も撮らなあかんから、俺さ、ちなみになんですけど、動画外でもなんかずっともうこれなんか、すぐね、泣いおちするやつがいるんですよ。もうこれほんとに困るから。うん。営業妨害やわ。ブチブチにするぞ。ということでですね、今回ピースキーパーだったんですけども、どうだったでしょうか。面白かった、うまかった、参考になったっていうのは、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。